ビジネスに役立つお願いを1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の三田直樹です。本日は日野海子さんの書かれました口コミュニティマーケティング実践ノートについてまとめています。この本を読む目的ですけれども口コミを発生させる秘訣が知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。 28ページ。口コミ、黄金の4ステップ。1、口コミしたくなる魅力を作る。口コミされる良いネタを1本立てる。2、口コミをする人を作る。良いネタを口コミしてくれるシーダーを作る。3、口コミのネタが伝わる工夫をする。顧客が引き付けられる情報発信、交換的な演出、空間、 配布物、SNS の活用。4. 口コミが広がるコミュニティを作る。イベントをはじめ、口コミを広げる機会づくり。口コミが継続し、発展、成長していくビジネスモデル。実際にこの4つのステップを実施していくために、ハーストリーでは実践ワークショップを導入する企業の社内で解釈し、ファシリテートをさせていただくことが多い。その際に、 口コミュニティマーケティングの開発から販売に至るまでの私自身のプロセスである。社員、関係者、消費者を巻き込んで進めていったスタイルを取り組んでいる。32ページ黄金の4ステップ。キーワードは、とも。黄金の4ステップを回していくにあたって、ワークショップでは、 どのようなことを話しているか。一言で言うと、開発から販売までのプロセスを通して、売り手は部門を超えて横につながるプロジェクトを作り、合わせて売り手と買い手が共に関わっていくということだ。もっと噛み砕いて言えば、関わる人のすべてが自分ごと化しようという考え方。そのキーワードが友だ。1、口コミしたくなる魅力を作る。 共感。社内プロジェクトを立ち上げ、自分たちの強み、独自性を整理する。また、競合や業界動向。消費者環境などを知り、外から見た客観的視点で検討する。一本立てたフレーズを言語化する。二。口コミする人を作る。共鳴。代表的な顧客像、ペルソナを社内で共有し、顧客対象者にヒアリングやインタビューなどを行って、インサイト。 潜在的なニーズを掘り出し、商品・サービスが顧客の心に響くようコンセプトを明確化する。口コミの起点となるシーダーを作る。3. 口コミのネタが伝わる工夫をする。競争。顧客像に合ったクリエイティブなツールを制作する。パンフレットやウェブサイト、チラシや空間など、五感に訴える演出、空間、配布物を活用する。4. 口コミが広がるコミュニティを作る。教育。顧客からファンへとシーダーを増やすためにイベントをはじめとした場を作る。それによってコミュニティが育ち成長していく。その後は4ステップの共通項である共同活動を意識し、効果検証、コミュニティの規模、時間、効果などを確認しながら事業を成長させていく。50ページ 口コミされる良いネタを一本立てる。良いネタを一本立てる。これは口コミュニティマーキングの核になる部分だ。口コミは人が言葉で伝えることが連鎖して広まるため共感され人が人に伝えたくなるネタが最も重要になる。口コミが成功するかのどうかの最大の鍵は共感されるような魅力的なネタに尽きる。ネタを聞いた人が すごい嘘となることが最初の一歩だ。さらに、そのネタは他の人に話したら、その人の心が動く。これが口コミの原点である。では、人の心が動くネタとは何だろう意外性、想定を上回る、非常識、ユニークなど、どこにもない独自性だ。そのため、口コミュニティーマーキングの実践のワークショップでは、必ず最初にこの自社及び商品の 際立った個性について整理してもらう。際立った個性を作ることを一本立てると呼んでいる。口コミでヒットする商品は必ず商品力×販売に貢献する話題性、インパクト性がある。独自性はあくまでも顧客側から見えなければその企業、その商品は選ばれない。買うのは顧客であるということを忘れた 自己満足の独自性にならないようにということがこの一本立てるという意味に込められている。80ページフレーズのポイント口コミで伝わりやすくなるフレーズのポイントは次の5つだ。1短い2シンプル3覚えやすい4興味関心が持てる5 事業イメージが湧く。大手企業の多くにはコーポレートメッセージがある。日本で一番知られているコーポレートメッセージは、お口の恋人ロッテ。日経 BP コンサルティングが発表した企業メッセージ調査ベスト10。確かにラジオンキングを見るとテレビコマーシャルなどでおなじみの言葉が並んでいる。 口コミュニティマーキングの実践ワークショップでは、どんな小さな会社や個人事業主でも入塾したら最初にコーポレートメッセージ作りからしていただく。すでに立派なコーポレートメッセージを持っている会社もあるが、中小企業の場合、ほとんどなく、あってもインパクトも興味関心を持ちにくいものが多い。口コミュニティマーキングの実践ワークショップに通っていた不動産会社、 パシコムのケースを紹介したパシコムの西田瞳社長は当初、昔からの不動産会社だから特徴も差別化もない。一本建てるなんて難しいと言っていた。確かに不動産の賃貸、売買、管理業だとどこにでもある。口コミュニティマーキングの実践ワークショップを通して自社の強みは何かを考え抜いてもらった。その結果、西田社長自身が生まれも育ちも喫水のあざぶっこで、 自社物件が中心ということが改めて分かった。近所には大手の全国ネットワークの不動産賃貸の会社が看板を並べているが、そうした競合の強みはコンピューターを駆使した日本中のベータベースだ。しかし、西田社長は、この町で生まれ育っているから、麻布で美味しい店なども隅々まで知ってる。それこそがパシコムの最大の強みだ。麻布を熟知、麻布と歩んできた歴史そのものだということが見えてきた。 そこでコーポレートメッセージは、麻布と共に50年、不動産の賃貸売買管理なら株式会社パシコムというキャッチフレーズになった。強みが麻布と共にと決まったら、続いて会社のロゴマークも変更した。社名変更も検討されたが、まずは今の名前で馴染みのあるこの街でもっともっと麻布に強いというのを発信しようということになった。103ページ。出会う場作り。 同じ悩みを持つ人たちが出会う場作り。一つずつ特別に手作りで制作するウィック、いわゆるカツラの会社、株式会社ウィズアルファ。円形脱毛症などの悩みが深刻なお客様が多いため、直接接触するものも遠慮があり、本当の顧客ニーズはあまりヒアリングできないのが実情だった。そこでハーストリーが持つ10万人の会員に円形脱毛症で悩んだ経験がある方、 インタビューさせてくださいという難易度の高い告知をしてみたところ、なんと7名の方から応募があった。これには応募がないかもしれないと少し不安だだったけに思ってた。集まってきていただいた人々に口々に言った。私の悩みや経験が少しでも他の人には役に立つなら、インタビューはクラムでも作ってください。同じ悩みを持った人たちと話ができて、すごく気持ちが楽になりました。と、同じ悩みを持った同士の会話は永遠と続き、 次回の開催を希望する人がほとんどだった。誰のためを追求し、その同じ課題を持つグループ、コミュニティからシーダーとなるペルソナが浮かび上がり、そこから商品は延心状に広がっていく。125ページ。その商品は優秀な記者が取材をしてみたくなりますか口コミは今、被写体ありきだ。写真や映像はインパクトがあり、瞬間的に伝わる。 以前なら口コミは文字からを、文字を通り口から口へと広がり話題になった。しかし、撮影された被写体をもとに目から目へと口コミが広がっていく。商品サービスを誰が記事にするのかという影響度の強い大きなメディア価値のある個人がシーダーとなる。198ページコミュニティの力を活用する。 口コミが持続、成長するための仕組み作り。女性は複数で集うことが好き。複数で集まっている時に共感し合い、おしゃべりをしながら選び、買うのが好き。マーケティング調査で消費財の購買決定権は8割が女性にあるというデータがある。お財布の紐は奥さんが握っているというのがデータでも証明されている。口コミュニティマーケティングでは、コミュニティを形成していく上でのイベントやセミナー、 パーティーなどを計画する際、女性の買い物の心理から次のキーワードを意識している。それは、学、言働く、こうだ。女性は学ぶため、遊ぶため、役に立つため、出会うためにお金を使う優先順位が高くなる傾向がある。これ以外にも、口コミを発生させる秘訣、具体的に紹介されておりますので、 一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。